ではただいまから知事の記者会見を始めます。知事お願いします。はい、今本件は経過観察期間ということで一つ一つ手順を追って、丁寧に対応させていただいております。今日は5月14日ということで、学校がいよいよ再開しております。教育委員会の方からは順調に今推移しているということでありますので、これから日々子どもたちが充実した毎日を過ごしていただきたいと考えています。さて、今日は令和2年度5月補正予算案について、説明させていただきたいと思います。まず予算全体の規模ですけれども、5月補正予算額として約538億700万円ということで、補正予算の額といたしますと、例えば知事選後の肉付けとかを除くと過去最大規模と言っていいと思います。ただしそのうちの多くは480億円余は新型コロナの対策の資金分、その多くは予託分ですね、協調融資しますので、その分県として行ってこいという資金を持っていただいたらいいと思います。で、補正後の予算額は5520億で4ということになっております。はい、で一応全体としての考え方ですが、4月の先決させていただいた予算がここにあります。とにかくまず傷を抑えるようなものがここに並べられておりまして、で5月補正予算の今回につきましては、感染拡大防止対策とそれから事業者支援の拡充に加えて、これから時制型の生活に対応していかなければいけませんので、そういったもののリストをここに掲げさせていただいております。でさらに、今回間に合わなかったものだとか、さらに経済活動の V 字回復に向けての必要な予算、そうしたものを6月補正予算の方にまた掲げさせていただくというこの3段階を考えております。今回はこの真ん中のところですが、大きく2つに分かれておりますが、まず感染拡大防止策についての説明をした後にこちらの説明をするという順番でいきたいと思います。はい、まずプロジェクト M です。我々佐賀県がある程度しっかりと対応が取れているのはこのプロジェクト M で、ベッドがしっかり確保されていると、これ医療機関の本当に皆さん方の努力の賜物もあって、それが我々にとっての安心材料の一つになっております。このプロジェクト M をこれからもしっかり堅持していくということが大事だろうと思っております。補正予算として約16億ですが、主なものといたしましては、医療用の手袋や防護服、ゴーグルなどの資機材に約7億9000万円ということ、それから今回受け入れ医療機関に空床の保証、その分はベッドを開けて待っておかなければいけませんので、その保証をさせていただくという部分が2億5000万円、そして宿泊療養施設の運営ということで、ここに2億4000万、簡単に言うとアッパホテルの借り上げに1億4000万ぐらいあって、残りはあとそこのランニングコストです。そういったことも含めて、16億3000万ということであります。ここに掲げているようなさまざまな事業にしっかりと取り組んでいくことが大事だと思っています。はい、そして、マスク消毒液の提供ということで、こちらは9億6000万用でございます。ここには掲げておりますけれども、佐賀県は本当にゆかりの皆様方からたくさんマスクの寄付を随時いただいております。これまで33万枚無償でいただいて、無償で、などでいただいておりますけれども、特に本当に最初の頃のマスクが足りない自分にいただいた分なども含めまして、大変我々感謝しております。でこれからしっかりとこの後この後対応するために、先立っての会見でも6月ぐらいまではおおむねできていると申し上げましたけれども、
これから2波3波ということも備えなければいけない。おおむね11月分まで、の予算対応を今回させていただこうということで、マスク720万枚そして消毒液8万2000リットルということで、こちらをしっかり確保させていただきまして、医療機関そして、これからますます気をつけなければいけない介護施設や障害者支援施設、こうしたところへの対応に万全を期していきたいと考えています。はい。さらに養護保護児童サポート体制整備ということでありまして、まあ、簡単に2つ分かれておりますけれども、まあ、1つは県の受け入れ体制、これは保護者の皆さん方がコロナで、病院に入られたりしたときにお子さん陰性のお子さんが残されたりした場合に、その例えば幼児だったり小学生だったりそういう子どもたちを預かり先がなくなるので、県の方で、しっかりと施設で受け入れ関係の整備強化をしていく、そして、専門スキルを持つ乳児院等の職員派遣だとか、これハードもそうですし、何より大事なのはソフト、急に同居の親などがいなくなって、一人になってしまうような子どもたちに対する対策をしっかり取っていこうということ、それからもう一点が児童養護施設との体制整備でありまして、もう児童養護施設はどちらかというと人と人が接触して、運営していくようなところでもあるので、あらかじめパーティーション等の購入支援だとか個室化だとか借り上げの支援などをして、陽性反応といった事態が起こる前の段階からしっかり体制整備の支援をしていこうというようなものに、予算化をしております。続きまして、オンライン教育への挑戦ということでありまして、今日から学校始まっておりますけれども、並行して、いつまた休校になってもいいように、しっかり、プロジェクト委員を進めていこうということであります。で、今日から学校に皆さん集っているので、その中で、オンライン教育の準備も一緒になってさせていただくということで、まあ、おおむね1週間から10日ぐらいしますと体制が整うと聞いておりますので、まあ、6月以降にまた休校になったとしたときには速やかにそういったオンライン教育の体制に移れるのではないかという形で準備をさせていただきたいと思っています。さまざまなマイク、カメラ、それから技術者の配置ですとか、それから自宅などでオンライン授業を受けられる環境を確保するということで、まあ、Wi-Fi もそうなんですけれども、この USB ですね、皆さんも使っていると思いますけど、パソコンにカチャッとはめて通信環境を整えるやつ、まあ、そんなものも用意して、みんなが授業が受けられる環境にしていきたいと思う予算でございます。はい。じゃあ続きまして、後半の、事業者への支援の部分についてのご説明をさせていただきます。はい。まあ、これまで、ちなみにこれおさらいになりますけれども、6本の支援策を打ち出してきました。昨日から交付が始まりましたけれども、佐賀県の健康休業支援金と県境ストップ支援金であります。この県境ストップ支援金につきましては、もちろん県境といっても特に県境が止まったことによってダメージを受けたというところについてはぜひ申し出ていただきたいと思っています。改めてこの1段と2段についてご活用いただきたいと思います。はい。そして第3段で、観光宿泊施設の支援金ということで、施設数かける50万円というものがありまして、そして、第4段といたしまして、国の持続化給付金の対象にならない事業者、特に初めて店舗をオープンしたばかりで去年の売上というものが示せないような方、それから店舗を数を増やしたために売上が半分以下にならないというような方々を救うというための施策です。こちらの方も件数上がっておりますけれども、まだお気づきにならない方がおられましたらぜひこれ手を挙げていただきたいと思います。はい。そして、バスタクシーをバス1台10万円タクシー20万円をさせていただきました。さらに CSO につきましても未来創造基金と一緒に共同で、活動のための支援金を交付しております。これまでが
順次今まで発表したものでありまして、今回の追加の支援策として5月補正で計上しているものにつきまして説明します。はい、まず第7弾として、新型コロナ対策資金ということで、あります。非常に佐賀県の場合はもともと県単でやってきたものを、3年間実質無利子で保証料ゼロというものも、非常にその評判が良くて、400億以上の4月でも400億以上の、申し込みがあって、さらに、今回は国の制度ともタイアップして融資枠を1200億に拡大するということで、900億円の増をするということであります。でこの900億円融資増するんですけれども、協調融資です、県とあとは金融機関のということで、県の部分の、予託部分がこの480億のうち450億程度あって、残りの部分が保証料の助成だったり無利子融資分の利子補給ですね、まあ、そういったものに当たると考えていただいたらいいと思います。まあ、こんな形で今伸びております。幅広く県内の傷んでいる事業者の皆さん方に、手を挙げていただいておりますけれども、ぜひご活用いただきたいと思います。拡大をしていたします。はい、続きまして8段目として新業態スタート補助金というものを交付させていただきたいと思います。なかなか時勢型っていうのをこれから県民の皆さん方と模索していく、トンネルの向こう側はどういう業態なんだろうかということがみんなこれからアンチを模索というか試行錯誤していくと、トライをしていくという中なので、新たな業態に取り組む事業者に補助金を交付したいと思っています。いろんな例がありますけど、3密対策を行ったドライブスルー型の客を立ち上げたいですね、集合することができないのでオンラインレッスンに支援してほしい、スポーツ、ちなみにスポーツにつきましてはなど、6月を考えております。大きなものはですね、ですのでスポーツ関係の皆さん方はもしばし、これで対応できるものはもちろんこれの対象にもなるわけでありますが、1店舗につきまして補助率3分の2以内で20万円の上限に補助する制度、新業態スタート補助金というものもご活用いただきたいと、ご活用いただきたいと思います。さまざまなやり方があると思います。はい、それから第9弾として、ライブズビヨンド文化芸術祭というものを開催したいと思っています。普通、ライブハウスでもそうですけれども、例えば、ミュージカルとかもそうですし、さまざまな活動、文化活動というのは、実際のリアル公演がメインだったんですけれども、なかなか今3密とか言われたからリアルな公演ができない、お客さんも集まってこない、チケットも売れない、そういう状況にありますので、今回オンライン配信というものも新しいライフスタイルとしてミックスするような画面上のウェブ上の文化芸術祭を佐賀県はやっていきたい。でそのためにかかる経費についての助成を行っていくというスタイルで、あります。どのような活動がいいんだろうか、ライブハウスもこのままでは続けられない、今も我々とするとライブハウスは休業の要請の対象になってないんだけれども、実際は3密を避けてと言ってシャウトをしないでとかさまざまなつけてるので、実際に今までのようなライブ活動ができないというのが実態になっています。ですので今回はそういったことを、オンラインの配信でやることによって新たな活動モデルの創出をしながら、このオンライン配信にかかる番組作りの経費などについて我々が助成しながら、そういう活動支援をしながら新しい活動の模索をしていくということで、ライブズビヨンドの意味ですが、ライブは、まさにライブとか生きるという意味ですが、この S をつけて、多様な思いをまとめ上げるという複数形と佐賀の S というで、ビヨンドというのはご案内の通りその向こう、そこを超えてという意味でライブズビヨンドという名前にさせていただきました。リアル公演とオンライン配信で新たな活動モデルの創出を、図っていきたいということで、約7000万円の予算を計上させていただきます。
文化芸術の力で県民の暮らしに元気をということで、非常に今人の気持ちが荒んで、おりますので、その先に必ず文化の力というものが大事になります。今文化芸術活動に携わっている方々、非常に皆さん方もつらいでしょうけれども、これから皆さんの力が必ず必要となりますので、一緒になって頑張っていきましょう。はい、続きまして第10弾として、佐賀支え合い応援キャンペーンということであります。ご案内の通り、県産品をみんなで応援する運動を全面展開させていただいています。県庁の方でもさまざまな物産展をやったりとかしておりますけれども、このほかアマゾン、それから EC サイト、それからジャパネットとかさまざまなテレビショッピングで応援をさせていただきます。それから佐賀牛、呼子のイカなどを高級食に提供すると、今日から給食が始まったところもあるようですけれども、3回程度ですかね、佐賀牛だとか呼子のイカ、通常では口に学校給食に出てこないようなレベルのものを、ここで出させていただいて応援していくというような企画全体として、約5億ということであります。今非常に各業界厳しい状況なので、あどってこの手、今まででは考えられないような関係の、施策も組み合わせながら応援していきたいと思っています。はい、11弾です。これは肥育牛農家、そして花農家に対する支援ということで、牛はもうこれご案内の通りです。レストランがやっていないので、レストランで使うような高級佐賀牛の部位というものがなかなか履けない。これ玉ねぎも同じですよね。実際は玉ねぎの消費もほとんどレストラン系なんです、家庭ではなくて。なのでそこが今止まってしまっているというところが非常に大きな原因になっているんだけれども、そうした中で、この肥育牛のいわゆる子牛の値段がガクンと、それこそ1頭20万ぐらい落ちたりとかしておりまして、それは国のマルキーの制度とかいろいろあるんだけれども、そういったところでまださらに足らない、次の牛を買ってさらにこれを続けていこうというところも県が応援しようということで、ここにありますが、1頭当たり牛だと2万円とか、そういったものを支援していきながら総額で2億5000万円の支援をしていくということであります。それから花農家ですね。花農家もですね、実際花需要がだいぶ落ち込んで、特にこれ値段を分けてるのは胡蝶蘭とかがですね、非常にコストがとってもかかって、その代わり高く売れるという、なんていうんですか、振幅の大きな業態であるので、かなりダメージを受けています。そうしたこともあるので、この胡蝶蘭あたりは、10アールあたり40万円ということで、いくらかその種類によっても分けた形で5000万の支援をしていくということで、花農家の支援をやっていきたいという。他にも、もちろん野菜だ、なんだといろいろありますけれども、さまざまな国の制度や既存の制度で、なんとか対応できるかどうかというところを今、検証もしています。これから心配なのは、ハウスみかん、佐賀県日本一ですけれども、これも贈答用がほとんどなので、そういったところというのもよく注視しながら、さらなる支援、必要かどうかというところも見極めていきたいと思っています。はい、ということでありまして、今回、最大規模の補正予算ということになりましたけれども、ぜひ一つになって、オールサガ、チームサガで乗り越えていきたいと思いますので、県民の皆さん方のますますのご協力、ご支援をよろしくお願いします。以上です。はい、それでは質問をお受けいたします。幹事社さん、お願いします。幹事社の西日本新聞です。補正予算関連で支援第9弾のライブスビヨンドについて質問しますけれども、これの開催時期と、このコロナ後の文化芸術の在り方についてはどのように知事はなっていくというふうに考えられますか。これがなかなかどういう状態になるんだろうかっていうのが我々自体も見えてない状況です。で、スポーツと同じで文化の方もやはり皆さん方に劇場で見ていただいて喜んでいただくっていうところが、交響楽団にしてもミュージカルにしてもさまざまなコンサートにしてもそうなんだけども、それができていないという状況をいかに打開しようかということで、知恵を絞りました。
お金をそのまま渡すっていうやり方もあったんだけれども、今回は一つみんなでオール佐賀チーム佐賀で文化の力を一つに結集してみ見ることができないかということで、この形にウェブ上の文化祭ということにさせていただきました。それぞれの団体ごとに ここの出展の仕方っていうのは全く違ってくると思うし、タイミングの問題、そしてみんなでどのようなコンテンツを作れるのかっていう課題もあると思うので、いつになるというのは見通せないんだけれども、順次ですね、それぞれのスタイルでこの文化祭に参加していただくっていう形になっていくんではないかと思っています。もちろん予算議決後になるわけですけれども、こういう今日提案させていただいたので、それぞれの団体についてはどういう出展の仕方があるのかなって考えていただきたいと思うのと、いずれリアルなものが出てきたとき、例えばうちで言うと佐賀最高フェスとか、そういったところにそういったウェブがまた使えていくのかとか、リアルとウェブのこのコンビネーションで、新しい世界というものがどのようなこの映像配信といったものができるのかどうかということも我々としてのもう考えながら、その費用もこの中に実は入っているので、一歩一歩状況を見ながらやっていくということだろうと思います。幹事社共同通信の日賀です。何点か、質問させてください。予算関係で1点なんですけれども、要保護児童サポート体制整備、それについて丸1番の方ですね、保護者が新型コロナウイルスに感染した場合というところで予算をつけているんですけれども、これはどういった経緯でここに予算をつけることになったのか、県内の感染者で親がかかって子どもが実際に誰にケアしてもらおうかっていうふうに困った事例というのは実際にあったんでしょうか。佐賀県の場合、一つ子どもの事案がありました。で、常にお母さんとおばあちゃんと、どうなんだろうかって我々すごくそこを気にしながら、やはり子どもをどうしていくのかってとても大事で、今まで一緒にいた家族が離れていくっていうのは、突然このコロナっていうのがやってくるということに、ずっとこれ気にしながら今回特に1回目出た時もそうですし、今もそうですけれども、さまざまなことを考えながらやって我々の中で議論していたので、なんとか市町でそのご自宅の方でやるってやり方もあるけれども、それがうまくいかない場合もあるから、県の施設で、県の、みんなでしっかりこう見守りながらやっていくっていうところまで用意しておかないと、まずいんじゃないかなと。さまざまなバリエーションが出てくると思うので、そういったことを考えたのと、そういう施設に入って子どもたちがいっぱい集まっているところというところでクラスターが起きたりすると、とてもそれがもういっぺんにまた起きるわけで、大変なことになるので、そういったことなどをさまざま考えているうちに、その、県として施設をちょっとなんか公表できませんけれども準備をしておくという観点と、あらかじめ養護施設の準備をしておくということが急務だろうということで、今回こちらの方で計上させていただきます。ありがとうございます。すみません、予算外の件で2点お尋ねします。知事冒頭でも言及があったんですけれども、今日から県内の学校が大会、しました。この日を迎えて改めて今のお気持ち聞かせてください。そうですね、やはり子どもたちの心身の発育っていうのはとても大事だと思っていたので、このような状況の中で学校に行けないということの、課題というものをずっと感じておりました。その中で、コロナというもののリスクというものに向き合わなければいけない、そしてそれに対する、リスクというものを訴える保護者の皆さん方もおった中で、非常に我々もずっとこの問題大切に考えてきたんですけれども、やはりこのずっとこう考えている中で、リスクゼロというのはありえないものだから、
その中で、どうもこのリスクに向き合うのかといったことを考えた中で、リスク対策をしっかり行う、そして向き合う、そして起きた場合どうするのかということのセットで、今回打ち出すということで、今日の日を迎えられた。で、ぜひ今日はまたその検証をね、各市町でどうだったのかっていうところをしっかりと、ヒアリングをしながら、明日、明後日、明日、来週というところに結びつけていきたいと思います。で、幹事社から最後の質問です。政府の、諮問委員会、専門家の諮問委員会がですね、39都9府県かの、緊急事態宣言の解除を、了承しました。これで佐賀もですね、緊急事態宣言解除されることが、確実な状況になっているんですけれども、これについての受け止めをお願いします。私は佐賀県というものにじっくり向き合いながら考えてきましたけれども、国の動きを見ているとやはり右往左往しているという印象をどうしても感じざるを得ないなと思っています。やはり皆さん方は佐賀県の記者さんだから私の考えも分かっていらっしゃると思うんだけども、ゴールデンウィークまでに目処をつけるということで、我々もいち早く休業要請もしながらここで目処をつけるぞって県民の皆さんと取り組んできた、その途中で延長しますって言われて、あ、そうか、月末まで県境を越えない47都道府県体制という形でやっていくのかと思っていたら、今度はやっぱり7日ぐらいですかね、今度14ぐらいのメドにいくらか解除しますって、今度は逆向きの噴射が起こって、それってどういうメッセージなんだろう。私も知事会で申し上げたように県境を超えないという判断でやってきたのに、今回は解除するということはどういう意義を、どういうメッセージなのか、今まさに検討してると思うんですけど、そこのあたりがよく分からなかったのと、我々からすると特定警戒区域というのがあって、我々のような特定区域があって、で解除があるんですよね。で我々は解除に向かっていると思ってたら、隣の福岡県さんが二段越しでこう突然解除っていうことを、これ今日分析しなきゃいけないんだけども、いや普通はなんとなくこう佐賀県は順を追ってこう一つ一つこう点検をしながら進んでるわけなんだけども、なんだろう、 J2 から J1 に我々がなろうと思ったら J3 のチームがいきなり J1 になってきたみたいな、どういう戦いをすればいいんだろうかっていうか、なんていうんだろう、これだから比喩が良くないのかもしれないけど、という感じなので、今日福岡県さんがどういう対応を、福岡県さんも驚いてるんじゃないですかね、突然そこまで2段階昇格をしたので、なのでその中で我々として福岡県さんの出方を見ざるを得ないので、今我々は、夜のナイトクラブ系の、やつを20日まで止めるということをしているんだけど、それとパチンコ店については遊戯業組合と基本的な県外を入れないという整理で合意をしているんだけども、そういったところも含めて福岡県さんがどういう対応を出してくるのかによって我々考えなければいけないと思っています。それとあとは今回解除と、例えば長崎県さんとか大分県さんが解除になるわけで、そのお互い解除同士というものの効果というのは今までとどう違うんだろうかということについて、我々は至急検討して県民の皆さん方にメッセージを送らなければいけないので、そこが今非常に大きな課題として、明日それが説明できればいいと思いますけれども、まだ国のその方向性というものがよくわからないので、そういったところが今の問題意識です。お願いします。決勝お願いします。はい、赤井新聞です。先ほどのこの今の件と関連してなんですけども、この解除によって県の何が変わってくるのかということと、あと20日までの接客を伴う飲食店への要請に関して何か強制力を弱まるということはあるんでしょうか。佐賀県は
先ほど冒頭申し上げたように県民とか県の状況に向き合いながら対処してきたので、基本的に今回のことで、我々の段階的な解除というやり方、特に21日から夜のナイトクラブ系、解除という一連の流れについての影響はない、いや我々としては当初思っていた通りのやり方で一個一個点検しながらやっていくという方針に変わりはありません。ただ一つ課題なのが、先ほど言った他県との関係、県境の問題、これについては国が新たな方向性を出したことによって、特に福岡県さんの動きというものが変わってくるわけだから、そこについての見直し点検作業は必要だろうと思っています。あと1点、補正予算の提案にあたっての思いありましたらお願いします。はい、一言で言うとですね、私が言うのもなんだけれども、このコロナ対策って相手が見えないところもあって、そして現場も動いている中で、予算を作るっていうのは非常に厳しいです。ですから4月の先月もそうだし、今回の補正も6月もそうですけれども、かなり荒っぽく予算を作らざるを得ないところがあります。ですので今さまざまな交付事業とかさまざまな申請もしていただいておりますけれども、きっと県民の皆さん方も、非常に随所随所で、ご不満もお持ちなんだろうと思います。しっかり一つ一つ修正しながらやっていきたいと思うし、できる限り行政としての、役目を果たしていきたいと思うので、多少この試行錯誤的な行政展開にならざるを得ないというところについてはご理解もいただきながら、しっかりとこの臨機応変な予算編成と予算執行というところに心がけてまいりたいと考えます。はい、他ありました NHK さん。NHK の坂本です。先ほどの宣言解除の関係の質問の中での確認なんですけれども、宣言解除というふうになると休業要請との法的根拠という部分では今までの状況とは変わってくると思うんですが、それでも、知事はそのナイトクラブ系 の, その解除についての影響、解除についての影響がないということは20日まで の, その休業要請というのは維持するということでよろしいですか。はい、私は特措法の24条なんですかね、24条の要請というのがあると思います。これは特に解除になっても生きてくるんだと思いますし、そうでなくてもね、そもそも私は根拠条文が何であろうと実態を見て、佐賀県民の皆さん方は夜のこのナイトクラブ系でクラスターが2つ発生して、それが今でも尾を引いてるわけで、そこについては県民総意として理解いただいているんだろうと思います。逆に言えばよくわからない外力で、なんか解除の根拠がなくなったからやめるとかいうことの理解はむしろ得られない。我々はやはり県の状況と県民に向き合うことが何より大事だと思っています。本来だから国全体としてビシッとやってもらいたいところはあるんだけれども、そうでないもう右往左往しているところもあるので、県としてはしっかり軸足を持って県民に向き合いながら骨太に対応していきたいと思います。はい、読売新聞です。今の関連ですけれども、5月まで、当座ですね、県境をまたいだ移動の自粛を要請されていると思いますけれども、これについても現時点では引き続き継続していくべきというふうにお考えでしょうか。今までは本当に県境をまたがないでっていう強い思いでやってきました。で、この解除されるわけですね、おおむねの県が。だから例えばじゃあ佐賀県と長崎県の県境っていうのがありますけれども、そこに今までと同じような境なのかどうかっていうところを我々として考えなければいけない。お互い、ゼロゼロのペアになってるわけですからね、最優先の時は。ということなので、これからの検討ですけれども、十分な警戒をしつつというような感じになってくるのかなという今のイメージですけど、これから職員の中でも議論してこの辺りの考え方を整理したいと思います。点は福岡県についても同様の考えですか。そうですね、福岡県さんがこれまただいぶ今日議論されると思うんで、
岡県さんが2段階上がった時の出方というものも考えなければいけないと思います。ただ福岡県境にしても同じことが言えていて、本当になんか福岡のね県境の市長さんなどからはなかなかあんまり出てないのに佐賀に来れなくて寂しいっていう声も聞いているし、なんていうかできる限りもう遠出を控えるっていうことの原則っていうのは維持しつつも、なんだろう、メリハリというのか、もう絶対ダメっていう世界と本当に気をつけながらね、それこそ夜の街とかそういったところはやめようねっていう言い方とかいろんな段階があると思うんですよ。で、私はやはり本当にまた第2波という形で来た時とかにはビシャッと締めなければいけないタイミングってあると思うので、そのあたりのメリハリが必要なんだろうと思います。その中で国が今回解除するっていうものはどういう意義なのかっていうところを今日発表されると思うので、それも待って検討したいと思います。はい、他ありましたらお願いします。はい、じゃあです。テレビです。すみません、補正予算の話に戻るんですけども、この金額的には大部分を占めています新型コロナ対策資金についてなんですけれども、これはだいぶ早くから県の独自の策として打ち出されてきた分かと思うんですが、これですね、1200億円に拡大っていうのは、これは900億円増と書いてあるのは、これ枠を4倍に拡大するっていう、そういう意味で捉えてみましょう。そうですね、はい、非常にこれ人気があって、かなり多くの事業者の皆さん方から提案が上がっていて、特に佐賀県は佐賀県ブリシ、福岡県さん有利市ですけど、うちブリシってしたもんだから、そのあたりでこう結構殺到しておりまして、で、もともと国の方は公庫の資金っていうのが今大渋滞していて、で、この県の政策、これ国も一緒なんですけれども、これ600億ずつだったっけ、国の融資枠もあるんです。で、そこで今回はさらにこの資金ですから、国の枠と県の枠があって、その予託する部分については県と銀行金融機関の概ね半分半分、分かりました、なんとなく。なのでぜひこれをまた使っていただきたい、特に国の部分というのは運転資金だけじゃなくて投資系設備資金にもなるので、そういったところを紹介しながら、で、それが3000万だったっけな、国は。3000万で、県は8000万だから1億1000万までいけるのかな、融資限度額がということになるので、国の枠を使いながら、さらに足らない方については県の枠という形にリフォームしたような形ですね。これまでは国は公庫があって県としての制度があったけれども、今回国の方が県の方の腹をお腹を借りてこう持ってきたので、今回それタイアップしながらセットで、今度は金融機関の協調融資になるので、それこそ銀行さんとか信金さんも一緒になって、これの窓口を開いて、今まで窓口が大渋滞していたので、さまざまな銀行金融機関が今一生懸命やって窓口開いておりますので、保証協会とタイアップしながら、できるだけ借りやすく入り口を広くしたっていう。はい、この拡大をされたその思いというか、少し一言お願いします。そうですね、これ無利子なんで、きっとさまざまな思いで事業者借りてると思うんですよね。ですので、その部分をその新たな世界、これからトンネル後の社会に向けたさまざまな転換というか、自分の仕事というものをどういうふうにこれから展開していくのかというための資金にも使っていただきたいなと思っています。ですので、ある部分これピンチはチャンスだと思うので、なかなかこういう時でないとこんな資金ありえないような資金なので、こういったものを活用しながらぜひ今まで考えていてだけどなかなかできなかったような事業展開をしていただきたいなという思いで。毎日新聞です。
先ほど4月、5月、6月で3段階の支援をしていくというお話がありましたけれども、現時点で6月の補正予算で、どこに対してどういう支援をするのかというのが決まっているものがありましたら教えてください。これもですね、一つ考えているのはまだスポーツ積み残っているので、例えばプロスポーツとかですね、サガン鳥栖もずっとこう試合を開催できてないので、開催コロナで開催できてないと、その分があれ大体1万何千人いつも、スタジアム埋めてましたから、その分はそっくり空いている。バルナーズにしてもタイミングよく B2 に昇格になったけど、この B2 だとかなり急にこのハードルが上がって、さまざまなお金が必要になったりするということもあるし、そういうような今プロスポーツ4つあるかな、あとね、あれと久々のバレーと、あと唐津 の 3×3 のですね、フラックスか、そういったところに対する支援だとか、それからこれから V 字回復をしていくために、必要なもの、今までとりあえず4月、この4月と5月というのはバタバタっとこう何だろう、修復のためにこう血を止めてるようなところもあったんだけども、いよいよこれから新しい世の中に向かってどう飛び立っていくのかということについては、幅広く皆さんの意見を聞きながら予算を作っていかなければ、あんま時間ないけれどというふうに思います。なかなか今つらいのがコロナでいろんな皆さん方との意見を聞くっていう手段が本当にそれこそウェブとか電話とかテレビ会議とかに限られていて、本来本当に現場に出張ってっていろんな意見聞きたいなっていうのができないのが非常にストレスですけれども、できるだけ多くの声を聞きながら前に向かって進めるような予算を6月は作っていきたいと思います。はい、あともありますので、あとお二人でお願いします。佐々木さん、原新聞です。今回臨時交付金が予算書を見ると40億程度入っているようですが、一方で基金の取り崩しもされているようです。知事として今回の交付金、ウルカナの交付金の額というのはどうだという評価をされているんですか。全体で1兆円ですよね。で、佐賀県に来るのは今回確定しているので49億で、さらに次の配分で15、6程度だろうと思っています。ですのでこれから6月の部分も考えていくと、それでは足りないというイメージ。ましてや2次3次というものに備えるということになると、とてもその数字では対応できないので、あと、倍、3倍、これだけ自治体経由してさまざまな施策を国は打っているのに、国全体の自治体で1兆円ですから、他さまざまな給付金などで、大きく10兆を超えるものが出てたりしますから、もう少し自治体というものを信頼して配慮して、自治体を使っていただいて、都道府県ごとの施策に使わせてもらったらなという思いです。もう一つ、県の事業で当初予算で組んでた分でだいぶ中止になったりできなかった部分もあると思うんですが、そういった当初予算で執行予定だったものを組み替えて、この対策の方に回すみたいなお考えはありますでしょうか。はい、もうその作業をしなければいけないと思っています。だいぶイベント自体がなくなったりとかしておりますし、仕事の仕方としてもうほとんど出張系が飛んでますから、予算全体の組み替えというか、そういったことの精査もしなければいけないと思いますので、これがあとはマンパワーとの問題で、いつ整理していつ予算に反映するのかしないのか、そういったところの検討は必要だと認識しています。最後どなたがあれば。西川新聞の金子です。先ほどナイトクラブなど接待となる飲食店について引き続き休業要請を維持されるということですけれども、そうなると
支援金が追加でまた自粛した店舗に対しては支給されると思うんですけれども、その点で、対象となる店舗についてはあの風営法の1号許可で線引きをされてたかと思うんですよね。でこれは実際は、非常に単純明快で分かりやすい、支給の枠組みだと思うんですけれども、一方で対象外れたスナックとかの店舗の方から問い合わせがたくさんあって、それとしては、改めて支給について整理をされたというふうに聞いてるんですけども、どう整理されたのか、関係者やっぱり注目していると思うので改めて説明をお願いします。あの私がここで冒頭あの5月の5日ですかね、説明したときにはあの実質で判断すると、申し上げさせていただいたので、実態として、そのような形態であるということだと思います。まあ、それがあの分かりやすいのはそれは1号認定を受けているというのは、まあ、間違いないんだろうということなんですけども、あの実態としてあの本来認定を受けるべきなんでしょうけれども、そうでない形態があるとしたとして、それを止めてもらうということが今回のミッション、コロナウイルスを発生させない、クラスターを起こさせないということがミッションなので、その実質で、今回審査をさせていただくという形にさせていただいております。でその時にはあの実態と合うような形でぜひ申告していただきたいと思います。特に佐賀県の場合は非常にあの小さく狭くて、そして人が注目している県なので概ね分かりますので、ぜひそのあたりの実態に合わせた申告をお願いしたいと思います。はい、以上で中の記者会見を終了します。